足を的確につなげることが大切です。直接119番通報されますとかえって救急車の到着が遅れることにつながりかねません。救急車の要請は最寄りの係員に申しておりますか。また救助班や周辺で不審なものに気づかれましたも、決してお手を振らずすぐお近くの係員にはお知らせください。不要意に触れると危険が伴いますので、不審物を発見された際には最寄りの係員にお知らせください。なお安全快適に野球を観戦していただけるよう、危険物並びに缶・瓶類の場内への持ち込みをお断りしております。また甲子園球場の周辺には駐車場はございません。周辺通りは全面駐車禁止となっており、甲子園警察署からの指導がございましたが、ご来場の際には公共交通機関をご利用くださいませ。あれ